はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日も対戦の動画1本見ていきたいと思うんですが、今回はタウンホール10の、動画を見ていきたいと思います。で、ちょっとお伝えしたいのが、その戦術とかではなくてね、タウンホール10と言いながら、実は、すいません、その戦術云々じゃなくて、その考え方ですよね。前回を取るのに、これってね、すごい重要っていう考え方が1個あって、でも、結構ね、こう見ていくとやってない人が多いなって思うんですよ。まあ、なんでね、今回ちょっとこのタイミングで、前回を狙うならこれはぜひやっておいてほしいっていうポイントを1個ちょっと動画見ながら、解説していきたいというふうに思います。はい、では早速見ていきましょう。今回のアタックはね、レランさんという方で、この方実は関西クラクラクラブの元リーダーです。ちょっと余談なんですけど、関西クラクラクラブって、リーダーは私3代目でして、1代目がね、スターバックスラテさんという方が創設したんですが、ちょっとね、プライベートが忙しいっていうんで、レランさんに引き継ぎまして、で、2代目がレランさん。で、レランさんもね、今仕事がかなり お忙しいということで、私が引き継ぎまして、私が3代目ということになります。でね、このレランさんの攻撃、今回ね、タウンホール10同士の勝負なんですが、ほぼほぼこのカンスト相手からね、前回取ってきてくれてますんで、ちょっと見ていきたいと思います。さて、もう早速ね、クイヒーが始まってるんですけど、これベビドラのね、出てる場所を見るに、多分これクイーンは、反時計回りに回そうと思ったんじゃないですかね。でも思いっきり時計回りに回っちゃいましたね。で、それもあって、釣った防衛援軍がね、ヒーラーを焼いちゃってるんですよ。これ多分ね、レランさん的には結構誤算だったと思うんですけど、ここでね、ヒーラーが全部失って、アチャクイが丸裸になっちゃいましたね。さあ、ただね、この辺の施設はそんなに攻撃力、まあ、インフェルノ以外は怖くないし、クロークもね、ここで使ったんで、もうちょっとアチャクイはいきそうですね。さあ、そう言ってる間に、今度は十字面から、ゴレーと、これはバルキリープラスネクロポーラーと結構いろんなユニットを混ぜてますよね。さあ始まってます。で、ゴレでタゲを取ってサイドカットをね、こう広くやってから、バスターを入れて確実にこの区画にね、ユニットを誘導したいっていう意図がわかりますよね。で、その通り出したユニットがきっちりね、この中に入っていくような形になっています。で、バルキリーも後ろから出てきましたね。あ、これ綺麗に壁の中入りましたね。で、こうなるとやっぱ強いと思いますよね。ネクロがタゲを取ってくれて、スケルトンがね。で、それを後ろから、ボーラーが殴ると。で、バルキリーも加わりながらバスターで壁どんどん砕いていくっていう、いい形が出来上がってますよね。いやー、これ素晴らしいですね。序盤、アチャクイが死んじゃいましたけど、全然ね、中央に入ってもまだまだ火力が残ってるってあたり、さすがですね。で、見てもらいたいのがね、ここであと残ったユニットがウィザード2体にアーチャー1体、まあ、ウォールブレイカーもいますけどね、こんだけ残ってるじゃないですか。これなんで残しちゃったんだろうという思う方いらっしゃるかもしれないけど、ここで出てくるんですよ。防衛施設をね、全部壊し終わってからこうやってウィザードを出していくんです。そうすると今ね、ここのもうストレージとか お掃除をね、ウィザードがどん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 やってくれてるの分かりますよね。で、アーチャーもこの一番隅っこの、ね、大工にきっちり出していって、で、まあ、そういう回もあってね、残った施設をきっちりと、砕き終わって最後全開という形になります。でね、今回お伝えしたかったのが、このウィザーとかね、アーチャーっていうユニットを、一番最後のもう防衛施設ないよ、あとは回収するだけだよっていうところを回収するたびに残しておく。あとね、そもそも編成の時にもうそういうユニットを持っていくっていうこと、このね、考え方が非常に重要です。でもね、結構皆さん、気にしてるかどうかわかんないんですけど、防衛施設をね、壊すことに集中しすぎて、で、持ってない方って結構多いんですよ。でね、この攻めもね、今ここで出てきますよね。はい、2分57秒かかってる。残り3秒の旋回なんですよ。もしもこれ、アーチャーとかウィザードがいなかったら多分時間切れですよね。でね、これぐらい星1個をこのユニットたちで変えることができると思ったら、持っていく価値ありだと思いませんか？でね、確かにこういうね、
攻め方をするときに、例えばバルキリー1体増やしたいとか、ボーラーを念のためもうあとね1体入れて4を5にしたいとかね、絶対にあると思うんですよ。だけどよく考えてもらいたいんですけどね、この攻めは星2を取るのか、それとも星3を取るのかってことです、ね、星3を取るんだったら、まあコストね11とか12枠ぐらい使ってでも、ウィザードとかね、そういう回収用のユニットを、まあ、ウィザード3体ぐらいが私はおすすめだと思ってるんですけど、まあ、ボーラーでいうと2体分をウィザードに回す感じですね。これをね絶対に持っていった方がいいと思います、全開を取りたいんだったらね。やっぱね、そうすることによって、攻撃のね、一番最後、あそこが残っちゃって 98% とか、そういう悔しい結果をなくしてくれますんで、今回ね、レナンさん、ここでヒーラーを焼かれて、で、アチャクイもね、クイヒーがもう見事に潰されましたけど、それでも全開が取れたっていうのは、やっぱりね、全開を取るための入念な準備、あれをね、ちゃんとやっていたからだと思うんですよ。ここはね、もうぜひぜひ皆さん、見習ってもらいたいところだなというふうに思います。ちょっとね、スピード早めてきますね。こんな形で、ガーッと攻めていくじゃないですか。この辺のサイドカットとかね、もう基本の技術は素晴らしいと思うんですけど、レイジを打ちながらどんどんボーラーが砕いていきますけど、ちょっとね、この辺からゆっくりにしていくと、季節がこう残ってますよね。この辺とかもウィザード1体この辺にポンって打ち始めちゃってもいいと思うんですよね。で、こういうところも、だいぶ施設が残ってるんで、こういうところにウィザードをこう出していくと、そろそろ来るんじゃないですかね、ポンポンと。こういう風に出していくと、主力のね、部隊の最後の回収、これをものすごくサポートしてくれますんで、ぜひぜひね、この、お掃除用のユニットを、まあ、コスト10から12ぐらい持っていくっていう考え方、皆さんぜひ、参考にしてもらいたいなという風に思います。はい、見事な展開でございました。まあこういう形でまた今後もぜひぜひね、いい攻めがあったら動画上げていきたいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。